皆さんこんにちは。千葉市広報番組千葉情報クリップ、山口正隆です。この番組では千葉市からのお知らせや暮らしに役立つ身近な情報をお届けしています。さて1月後半号はじめはピックアップ千葉のコーナーです。毎月後半号でお送りするこのコーナーでは市内の注目の話題などシリーズでお伝えしています。今回からは千葉の街の礎を築いた千葉氏にスポットを当て3回にわたってお送りします。第1回は郷土博物館から千葉常胤の人物像に迫るです。ではご覧ください。今回は千葉氏をテーマにこちら郷土博物館から千葉の街の礎を築いた偉人千葉常胤の人物像に迫ります。では館内に入ってみましょう。さあ館内に入ってきました。いらっしゃいましたよ。こんにちは。こんにちは。さあ今回ご案内していただきます学芸員の白根さんです。よろしくお願いいたします。さて私たちの後ろにあるのが千葉常胤の像。白根さん、こちらの千葉常胤、はい、どんな人物だったのか簡単に教えてもらえますか。はい、源頼朝に地のように思うと厚く信頼をされ鎌倉幕府創設に重要な役割を果たした方です。今回はこの千葉常胤についていろいろ教えてもらいます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ続いては千葉氏に関する展示室にやってきました。こちらどんな資料があるんでしょうか。はい、千葉氏の起こりから滅亡までを扱った展示を行っております。千葉の町の礎となった千葉氏、そもそもどのような一族だったのか教えてもらえますか。はい、平安時代の初め頃に桓武天皇のひ孫である高望王が、この地に下校してから、一族が東国に広がっていったことが始まっています。常胤の時代はどのようなものでしたか。はい、源氏と平家の戦いや、欧州合戦、そういった戦いがあった時代です。ということは平清盛とか源頼朝、そのような時代ですよね。そうですね。どのように活躍していったのか教えてもらえますか。はい、源平合戦や欧州合戦で、源頼朝にと一緒に戦って、全国東北から九州に至るまでの、広大な所領を獲得しました。で、幕府内でも屈指の御家人となっていきます。そして源頼朝から常胤は父のように思うと厚く信頼されたということなんですが、常胤がどのような人だったか教えてもらえますか。はい、源頼朝は伊豆で挙兵して、石橋山の戦いで敗れて海路、千葉の房州の方に逃れてくるんですけれども、その際いち早く常胤は頼朝に味方しました。そして、本拠を、鎌倉に移すことを進言したのも常胤というふうに言われています。なるほど。常胤は非常に義理堅く、そして頼もしい人だったんですね。はい、いろいろな資料がありますが、はい、常胤に関する資料を教えてもらえますか。はい、こちらが、千葉妙見大園芸巻です。はい、こちらは何を表している絵なんでしょうか。こちらは源頼朝が石橋山の戦いに敗れて、それで、海路阿波の国に向かっているところをの場面です。先ほど教えていただいた場面ですよ。今逃げ帰っているということで少し残念そうな表情をしているようにも見えますね。この後に頼朝が常胤と会うんでしたっけ。そうですね、この後阿波の国に上陸して、いち早く、味方をすると言ったのが常胤です。なるほど。ではどんどん見せていただきます。はい、さあ続いてはでこちらが、江戸時代に作られた、常胤の座像ですね。はい、お坊さんの格好ですかね。頭を反ってるような形に、曲げを結ってないという形になってますので、お坊さん的な、座像になってます。はい、そして像だけではなくてこういった掛け軸もあるんですね。そうですね、こちらは江戸時代に作られた、成田名所図絵に描かれていた絵から元に作った掛け軸ですね。はい、
そしてそのお隣、結構大きな絵ですね。そうですね、これが、まあ伝源頼朝像と言われている絵です。はい、非常に凛々しい表情をしています。この源頼朝が横に並んでいる常胤のことを父のように思うと慕っていたわけですね。そうですね、はい。なんだか感慨深いな。今回は千葉常胤についていろいろと教えていただきました。まだいろいろ紹介したいことがたくさんあるんですけれども、ぜひ、郷土博物館に足を運んでいただいて、千葉人のことをもっと、知っていただきたいなと思っております。本日はお忙しい中どうもありがとうございました。ありがとうございました。今回改めて郷土博物館の白根さんにお話を伺って、千葉常胤の偉大さを感じました。さあ、来月は第2回千葉氏ゆかりの地を訪ねてをお送りします。さあ、続いてはこちらです。千葉市政だより1月号からのお知らせです。3月31日土曜日までにマイナンバーカードの新規交付申請を行った方全員に、公共施設などでご利用いただける共通割引券をプレゼントしています。プレゼントの内容はケーズハーバーやザ・サーフ・オーシャン・テラスのレストランを優待利用できる集客施設優待券と、動物公園、科学館、市美術館のいずれかの施設を半額で利用できる公共施設割引券のセット券です。マイナンバーカードは身分証明書として利用でき、コンビニエンスストアなどで住民票の写しや印鑑登録証明書なども取得できます。詳しくは市のホームページをご覧ください。この機会にぜひマイナンバーカードを取得しましょう。千葉県水道局の給水区域における上下水道料金の一括請求が始まります。上水道料金と下水道使用料を県水道局から上下水道料金として2ヶ月に1回まとめて請求します。なお、一括請求に伴い請求時期が変更になります。請求書発送日は検診翌月の1日、納期限口座振替日は検診翌月の16日です。また下水道使用料の平成29年12月検診分1月請求についても、井戸使用の皆さんも含め県水道局から請求します。納期限および口座振替日は2月13日火曜日です。水道料金の請求口座から下水道使用料のみ引き落とします。さらに引っ越しなどに関するお問い合わせが県水道局への連絡のみで済みます。その他詳しくは下水道営業課までお問い合わせください。最近市内で電話による詐欺、電話で詐欺とひったくりが増えています。この2つの犯罪はちょっとした心がけで未然に防ぐことができます。電話で詐欺の主な手口は、子供や孫を語り金銭やプリペイドカードを要求する、市職員を装って医療費などの還付金を受け取れると嘘をつき ATM に向かわせて操作させるです。対策として家族間であらかじめ合言葉を決める、相手の連絡先を鵜呑みにせず電話帳などで確認するなどのことが大切です。またひったくりの主な手口は、バイクで後ろから近づき、歩行者や自転車の前かごからバッグをひったくるです。対策としてはバッグはタスキに掛け替えるなどの千葉カエル作戦を実践してください。詳しくは地域安全課までお問い合わせください。なお、不審な電話を受けたり被害に遭ったりしたときは最寄りの警察にすぐにご相談ください。千葉カエル作戦、覚えやすいですよね。ぜひ実践してみてください。さあ、千葉情報クリップ、いかがでしたでしょうか。次回2月前半号の放送では、2月1日発行の千葉市政だよりの情報を中心にお送りします。それでは今回の千葉情報クリップはこの辺で失礼します。